どうも、思春期の子育てアドバイザーの道山圭です。本日は子どもの暴言の理由と対応法についてお話をしていきます。ではいただいた相談内容から読んでいきます。中1の男子、暴言が止まりません、お前なんか役に立たないブスデブ発言、中学受験の塾に行かせたいで行かせたせいでしょうか、受験が終わっても言いますと、母子家庭で美味しい食事を作ってあげられていません。本人もおにぎり以外好きなものがなく好みが、貧しいですと。成績は普通で学校では特に問題がないですと。同居の祖母も過干渉で命令が多くストレスです。息子にどう接したら私をバカにした暴言が止むのでしょうか、ということですね。はい、まあ、お子さんの、ね、暴言がひどい場合、親としては結構悩みますよね、でこのまま放っておくと、それこそね、例えば友達に暴言を吐いて人間関係がうまくいかなくなったり、あとひどい場合は暴言を吐いてね、相手の子が例えば学校に来れなくなっちゃったら、なんか大きな問題になったりってことも起こりかねますよね、じゃあなんで子供が暴言を吐いて入ってしまうのか、今回はこの理由と今すぐできる対応策についてお話をしていきたいと思います。間違った対応でねアプローチをしても、結局暴言がね収まるどころかますますひどくなりますので、そうなる前にね今日の内容をチェックしてみてください。はい、でまず最初にね、今回この中学受験をさせ行かせたせいでしょうかっていうふうに書かれているんですけど、中学受験の塾にね、まずこれが原因かどうかってところをちょっと見極めていきます。この時に一つ考えてほしいのが、中学受験は子どもの意思でやったかどうかというところですね。例えば子どもは行きたくないと言っていたのに親が無理やりやらせた場合は、これ過干渉になるんですよ、だからお母さんは過干渉で接してしまったと。でさらにこれ書かれているように、祖父母も過干渉、祖母も過干渉って書かれているんですよね。つまりお母さんも過干渉、おばあちゃんも過干渉、子どもは指示されまくって生きてきたわけですよ。そうすると、小学校6年生の時はね、まだまだ我慢できていたかもしれませんけど、これが思春期になると一気にその今まで溜まっていたね、このイライラが爆発するんですよね。これが今の状態になっている可能性があるですね、ありますね、なので、もし今までね望まない受験をさせてしまったのであれば、まずはそこはしっかり謝った方がいいかなと思います、でもし子供が本気で嫌がっているんだったら、別に今からでも遅くないので公立への転校ですね、こういったものも検討してもいいかなと思います、でただこれ逆でですね、例えば子供が普通に乗り気だったと、中学受験に乗り気だったなら、これは全く原因ではないですね、今回これ相談を読む限り、なんか学校では特に問題がないって書かれているのでですよ、今ちょっと小学校なのか、中学1年生なのかね、ちょっとこれ中1男子って書いてあるのでね、すでに中学1年生、つまり私立中学に通っている子だと思うんですけど、学校で問題ないんだったらおそらく楽しく行けてるわけなので、受験はあんまり関係ないのかなっていうふうに思いますね。はい、じゃあなんで子供は暴言を吐くのかっていうところなんですけど、2つ原因が考えられます。まず1つ目が祖父母の過干渉ですね、いわゆる、母子家庭なのかな、この家庭は、母子家庭だと思う、母子家庭じゃなかったらすいませんけど、でも母子家庭って書いてありますね、母子家庭なので祖父母と同居っていうのはこれは仕方がないと思うんですよ、ただその祖父母がですよ、いろいろ言うとこれは子供にとってやっぱストレスなんですよね。だからまずはお母さんにそういう過干渉で接するのをやめてっていうふうに、言わないといけません、ただこれ一緒に暮らしているおばあちゃんもおばあちゃんで、いやいやと、今はあなたはずっと仕事に行ってるじゃないと、だから私が家で母親代わりになっているんだよと、でそれでもやっぱ母親代わりになるってことは言わないといけないこともあるんだよっていうような例えば考え方だとしたら、これ別におばあちゃんの考えも間違ってはないんですよ、一緒に暮らしてね、こうやって料理とかも私作ってるわけだからみたいな、だから私にも言う権利があるでしょっていうこのおばあちゃんの気持ちもわからなくはないんですよね、だからもしおばあちゃんがそういう考えだとしたら、多分それをね変えるのは難しいと思うので、だったらもう仕方がないので、やっぱ同居をやめるしかないですね、でどれぐらいの距離感がいいかっていうと、これは過去に僕もねこの同居している家庭のね、相談たくさん乗ってきたんですけど、やっぱね同居ぐらい近くで暮らすと結構過干渉になっちゃうねおばあちゃんって多いんですよ。おばあちゃんとかおじいちゃんってね、やっぱりねこれは近すぎると人間いろいろ言いたくなるんですよね。でもこれがちょっとでも距離が離れていると、可愛い孫に結構変わったりするんですよ。だからもう一緒に暮らすんじゃなくて、例えば歩いて数分の距離ぐらいの場所に住むとかね、これだと困った時はおばあちゃんにちょっとおばあちゃんに言っといてで済みますし、子供も嫌だったら自分の家に帰ることができるので、これぐらいの距離感が個人的にはベストなのかなと思いますね。
はい、これがまず一つと。で、あとは、母親の愛情バロメーター不足っていうのもありますね。うん。まあ、母子家庭なのでね、仕事をするっていうのは、これは仕方がないことだと思います。うん。ただ、ここでまだまだできる工夫がね、あるかなって思うんですね。例えば、今回お子さんがね、おにぎりが好きっていうふうに書かれているんですよね。うん。で、おにぎりが好きだったら、毎日おにぎり作ってあげればいいんですよ。で、これだとちょっと栄養不足になるって思うかもしれないんですけど、だったら、おにぎりに入れる具をですね、ちょっと工夫して、うん。例えば、唐揚げを入れてみるとか、うん。なんかね、ちょっと、じゃあハンバーグを入れてね、そのハンバーグの中に玉ねぎを入れて、そのハンバーグのおにぎりを作って食べさせるとか、まあ玉ねぎで野菜が取れるじゃないですか。まあそんな感じでいろいろ工夫の仕方ってね、あると思うので、うん、子供がおにぎりが好きだったら、これ一つのチャンスなので、それをね、子供が喜ぶおにぎりをたくさん作ってあげればいいかなと思います。まあおにぎりだったらそれこそね、夜作っておけば、まあ次の日の夕食にね、まあ冷蔵庫とか入れておけば多分出せると思うので、ね、もしくは朝作って、帰ってきたらチンして食べてねとかっていうのも比較的やりやすいと思うので、うん、なのでここをちょっと意識していただいて、もうちょっと愛情バロメーターを上げるってことも必要かなと思います。はい。で、あと、まあお子さんがね、こう、まあ暴言を吐いているってことですけど、今言ったみたいに、まあこの愛情バロメーター不足かとか、祖父母の過干渉のどっちかが原因である可能性が高いんですね。だこれをやめれば通常は落ち着くはずなんですが、もしこれをやめても落ち着かない場合、もうそもそも暴言が癖になっちゃってる可能性あるんですよね。これどういうことかっていうと、自分の思い通りにならなかったら暴言を吐けば相手は聞いてくれるって思い込んでるわけですよ。だからこれは間違った価値観なんです。だからそこは直していかない限り子供は暴言を吐き続けますよね。だからそういう間違ったことには毅然とした対応をしていってください。どういう感じで言えばいいかっていうと、例えば暴言を吐いてきたらね、まあ、今回だとなんか結構ひどいこと言ってますよね、お前なんか役に立たないブスデブとか言ってくるわけじゃないですか。だからもしこういうこと言ってきたら、ねえねえねえと、うん、あなたさ、それ自分が言われたらそういうこと言われたら嫌じゃないのと、うん、なんでそうやって自分が言われて嫌なことを言うのってこうはっきりと言えばいいわけですよ、うん、でお母さんが悲しいっていうのはあなたわからないのというふうにここは毅然として言ってください、うん、でちゃんと、祖父母の過干渉がなくから距離を取れてストレスがなくなり、お母さんの愛情バロメーターが上がる、つまりお母さんの愛情がちゃんと届いている子であれば子供は理解できます。うん、あ、確かにそうだよねと、ちょっと良くなかった申し訳ないってなれるんですよ。うん、もしここでなれないとしたら、やっぱり祖父母の過干渉でストレスが溜まっていて、その吐け口が母親に行っているのか、もしくは愛情バロメーターが下がっていて、うん、お母さん極端なんだしね、傷つけてもいいと思っちゃっているのかどっちかなんですよね。だからこっちを直してからちゃんと言えば子供はね、理解します。で、なぜならやっぱどんな子であってもお母さんのことは絶対に好きなんですよね、うん、だからそういうね、ちゃんとやった上でちゃんとね、お母さんは悲しんでるんだよってことを伝えれば、むしろね、ごめんねっていうふうに子供から言ってくれるかなと思います。